本日もね、あの最初のゲスト素敵な方をお迎えしております。はい、そうなんです。はい、ホリプロの演劇プロデューサー、井川かおるさんです。どうもいらっしゃいませ。ありがとうございます。こんばんは、よろしくお願いします。はい、では綾子さん、プロフィールをお願いいたします。はい、演劇プロデューサーの井川かおるさんです。2008年ホリプロ入社、6年半のマネジメント業を経験し、公演事業部に移動、数々の舞台作品の創作に携わり、ビリー・エリオット、メリー・ポピンズ、スリル・ミー、デスノート・ザ・ミュージカル、ジェイミー、カラー、キング・アーサーなどを担当。コロナ禍には世界に向けたオリジナルミュージカルの創作を目指し、才能豊かなクリエイターを見出すミュージカルクリエイタープロジェクトを実施するなど、オリジナルミュージカルの創作にも力を入れていらっしゃいます。今後のプロデュース作品として、今月17日に開幕するミュージカルスクールオブロック、そして来年3月にはカムフロムアウェイなどが控えていらっしゃいます。井川かおるさんです。あのホリプロ の、 あの、はい、ミュージカル部門を支える、はい、ね、今日エースにおいでいただいて本当に素敵ありがとうございます。ありがとうございます。お忙しい中ありがとうございます。あのホリプロさんにはね、あの大変音楽マンション、音楽マンションクラブが大変お世話になってて、あの入居者会員の方にあの適宜ね、あの早めにいろんな情報をいただいたり、それから入居者プレゼントのね、はい、企画なんかにもあのご協力いただいたり、大変お世話になってます。 ありがとうございます。はい、それではあの今日ね、あの井川さんからいろんなお話伺いたいんですが、はい、楽しみですね。このミュージカル、ね、井川さん、あのいろいろ資料を拝見すると、もうとにかくミュージカルがお好きだというのがこう原点ということもご自身でもおっしゃられてますけど、はい、井川さんを捉えたこうミュージカルの魅力って何でしょう。魅力は、実は一番最初のミュージカル体験は、本当にこれなんか入社試験 の、 あのコメントみたいになっちゃうんですけれども、ピーターパンだったんですね。で、幼稚園だと今でも鮮明に覚えていて、はい、ピーターパンを本当に年中の時に友達と一緒に母に連れて行ってもらって、うん、で真上をこうピーターがこう飛んで、うん、であのウェンディの粉を、妖精の粉を拾って帰ったところまでを本当に鮮明に覚えてるんですよね。やっぱりそのなんかライブエンターテインメントの面白さみたいなところが一個体験であって、うん、でその後こう高校3年生の時に初めて本場のブロードウェイミュージカルを見てみたいっていうので、うん、母と初めてニューヨークに行ってもうブロードウェイで見た時に、うん、もう感動して、劇場のあの一体感というか、うん、あこれはなんかこういう、 こうエンターテインメントに携わりたいなっていう思ったのが、それがもうなんか一番のきっかけというかでしたね。じゃあもうそこからは、まあうん、あの学校生活を経て、はい、もう一直線に今のお仕事に就こうっていう感じ。そうですね、なんかエンターテインメント以外は考えていなかったかもしれないですね、うん、でエンターテインメントっていう中で映画ももちろん好きですし、テレビも好きですしって、こういろんなものを見る中で、じゃあ何が一番心が動かされたかなっていうので、やっぱりこう劇場っていう場所で何かを届けたいなっていうのと、やっぱりこう日本から世界に何かを出したいっていうところの中で、なんかこう演劇って言ってしまえばシェイクスピアの時代から変わらず本当に愛され続けている形なので、なんかそういうものに携われたら嬉しいなっていうのがこう今につながっていますね。井川さん、ね、もう本当にあの美しいし、こう背も高くてスタイルもいいし、はい、こう自分で演じるっていうふうにはあまり思わなかった。舞台映えならなかったですね、はい、もう全然あのもちろん大好きでこう歌やったりとか、うんうん、踊りやったりとかっていうの昔やってたんですけれども、うんうん、自分がこうプロになれるなんてもちろん思わなかったので、うんうん、もうどちらかというとこう裏で作る方というか、うんうん、をやりたいなっていうのが一番ありました ね、 あね、こう今あのちょっと前に、ね、伺ったプロデューサー業っていうのは、うん、もう目の前のことも一つあるけれども、うん、並行して準備も含めて 5,6 本はいつも動かしてるんですけど、はいはい、そのまあ、ある意味こうアウトプットをそれだけのレベルでやってると、こうインプットなんかはどういうふうにされてるんですか。あでもなるべくやっぱり 今特に一番絶対ずっとやってるのは、うん、まあ、やっぱり連ドラを見るだったりとか、全然違うエンターテインメントを見るっていうのはやっています。なんで毎日本当に多分あのレンドラはあのゴールデンタイムと呼ばれるレンドラ全部見たりとか、うん、あとはやっぱりとにかく見に行くっていうのはなるべくするようにはしてますね、うん、やっぱりこう見てる時が一番頭も活性化されて、うん、なんかいろんなこ
ことを考えられるというか、こう、ね、プロデューサー業 の、 あの重要なあれとしてこうキャスティングなんかもあるんで、はいはい、まあ、そういう意味ではこう、うん、もちろん定評のある方もそうでしょうし、はい、新しい方の発掘っていう面でもいろんなものを見ないとってありますよ ね、 いや本当にそうですね。なんか私自身はこういつもキャスティングというかご一緒させていただくときにあの感じているのはこうもちろん見ていいなと思った時のこともそうですし、そうでないあの裏でご挨拶した時の雰囲気だったりとか、なんかそういうのもなんか見に行ってご挨拶できるとなんか次につながるので、そういう時間もすごく好きですね。なるほどね、はい、だからやっぱりこう現場で人と触れ合うっていうのがエンターテインメント、こうね、あのお客さん見に来てもらうっても大事なんだけど、はい、そういうこう裏方というんですかね、はい、バックグラウンドの方でも大事なんですね。そうですね。でそういう意味では、今回の、スクールオブロック、はい、まあ、この話に入りたいと思いますけれども、こちらね、はい、ありがとうございます。西川貴教さんと、はい、柿澤、さんの、ね、ダブルキャストということなんですけれども、はい、実は2020年の8月に上演予定だったものが、まあ、延期になって、ね、ようやく今回ということなんですね、はい。そういう意味ではこう今申し上げたようにそのコロナ禍、なかなか大変、まあ悔しい決断もあってということだと思いますが、そうですね、やっぱりそのまあもともと2020年に一緒にやる予定だった子どもたち24名っていうのはやっぱりオーディションもやって、で公演に向けてずっとレッスン、楽器チームなんかはレッスンを積み重ねたりとかしていたので、やっぱりその中でじゃあどうするっていう時にやっぱ未曾有の事態で、こうどういうウイルスかもわからないっていう、こうどうそこの決断はすごく悲しかったんですけれども、でもまあ本当にその時にやれることっていうので権利元とこう1曲ずつだけスペシャルパフォーマンスっていう形でやらせてもらって、である種こう1個形に残して、でその時にたまたま一緒になった山崎れなちゃんっていう子がたまたま今ホリプロに入ってピーターパンやったりとか、なんか石原宗也くんっていう子もそういうこうつながりがあったりとかで、こうそこの時 に一瞬だったんですけど一緒にやった子たちがこうゆくゆくなんか大きく羽ばたいていっている様子を見れるっていうのはすごく嬉しいなって思いますし、今回の24名も同じようにあのすごく厳しいオーディションを経て選ばれた子たちなので、もう才能がすごいです。エネルギーもすごいですけど ね、 ですよね。なんか1500人とか1600人とかね、そ う、 ですそういう中から選ばれた子たちだっていうことなんですけども、かなり賑やかなようです、ね、すごいですでこのまずね、皆さんご存知の方も多いかもしれませんけども、はいはい、このスクールオブロックのストーリーちょっと教えていただけますか。そうですね、はい、あのスクールオブロックはこのデューイという主人公で、ミュージカル版では西川貴教さんと柿澤勇人さんが演じられますけれども、うんうん、このデューイがどうしても自分がこうプロの、まあ、ロックバンドのとしてあのアーティストとしてデビューすることを夢見ているんですけれども、あの自分が作ったバンドから、まあ、追い出されてしまって、で家賃も払えない状況で、まあ、ネットという親友の家に居候してるんですよね。でその中で家賃を払うためにネットになりすまして、実は名門進学校にの先生として赴任をして、でその赴任した先にまあ、子供たちと出会うんですけれども、進学校なので、まあ、ルールに縛られて何も自分という無個性の子供たちばっかりだったんです。厳しいみたいな学校なんですね。そうなんです、うん、その中で彼が何をしたかって、その本当に一人ずつと向き合って、で彼らに今まで気づけなかった才能があることを見出して、それが音楽の才能だったんですね。その音楽の才能を見て、でバンドバトルに出て最初は賞金を得るぞっていうところだったんですけど、だん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 それはデューイも変わっていって、子供と触れ合うことで変わっていって、デューイ自身はこの子たちのためにこのバンドバトルをやりたい、バンドバトルに出演したい、でそしてデューイのその行動を見て、子どもたちを見て、今度は大人たちが、うん、周りの大人たちがどんどん変わっていくというか、うん、そういったストーリーになっていますね。うん、ねえ、こうスクールオブロックですから、はい、まあ、まさに僕たち の、 あの中学高校時代の1970年代から90年代ぐらいのロックミュージックも、まあ、たくさんね、はい、出てきたり、はい、でその他にその、特にその舞台については、はい、こうオリジナルの曲、ね、まあ、これはそのアンドル・ロイド・ウェバーさんが作曲をされたということですけど、はい、この辺のこう聞きどころみたいなのありますか。あの多分ロイド・ウェバーさんのオリジナル曲の方が多いんですよね、はい、楽曲数としては、はい、でやっぱりロイド・ウェバーさんってこう
まあ、プラザの怪人だったりとかキャッツだったりとかっていうのが有名なんですけれども、うん、そこのとロックのこう融合っていうのが本当にやっぱりこう稽古やってても天才的だなっていうのはすごく思って、あのロックが多分苦手な方もいらっしゃるんだと思うんですよね。なんで多分そのロイド・ウェーバーさんはうまくこうミュージカルの楽曲とロックテイストっていうのをこう融合させていて、なので多分こうロックが苦手でこういう爆音というそういう感じでもなくて、ちゃんとメロディーとして物語の中に成立をさせられるロックミュージックというか、なんかそういう風な形になっているのと、かつこうこのロザリーっていうその名門進学校の校長先生がの曲なんかは逆に真逆でクラシックの曲を入れ込んでいたりとかしているんですよね。それはモーツァルトの曲からのオマージュだったりとか、なんかそこがこうある種キャラクターに沿ったそれぞれの楽曲のテイストを入れていて、なんかそこはすごく見どころだなと思うので、なんかこうミュージカルが大好きだったりとかロックだけが大好きっていう方もなんかこういろんな音楽を楽しんでいただけるんじゃないかなと思います ね、 ジーザースクライストスーパースターなんてもう社会現象になったような ね、 そうでしたね。もうすごいあの作曲家の方で、ね、はいはい、じゃあそれもこう聞きどころの一つ と、 そうです、ね、いうことですね、はい。それからその先ほどちょっと写真でまた出ると思いますけど、うん、主演のデューイが、はい、柿澤勇人さんと西川貴教さん、はい、ということなんですけど、こうお二人はじめこう出演者のこう意気込み、うん、まあ、3年間のブランクというかね、あのありましたけども、どうですか。やっぱりこうお二人、特に主人公のお二人だったりとか浜田さんがおっしゃるのはこう、ね、2020年にやれなかった子たちの分まで、うん、しっかりとこの物語のこう根底だったりとかをお客様に届けたいっていうのは言ってくださっていますし、逆にこうまだもちろんコロナでね不安な部分もあるんですけれども、こう今やっとこうマスクも外せて、でなんかこう劇場でこうわーって盛り上がってもいいんじゃないかっていう時こそ、この多分物語でこうで子どもたちが本当に実際にバンド演奏をするんですけれども、今日もまさにバンド合わせっていうのがあって、実際の楽器で全部稽古をやるっていう日が今日からなんですけど、やっぱりそのそれは劇場で生じゃないと感じられないこう音楽のこうパッションだったりとか、なんかそういうところがあるので、なんかそれをまっすぐに気を照らわずに、あの全員がもうしっかりお客様に届けようっていうのを思ってやってくださってるなっていうのをなんか稽古場で見ながら、結構あの5月6月から稽古入ってやってるん で、 そうです、ね、あの柿澤さんなんかが追いつくのが大変だとか、ね、なんかそういう、あのね、方もおっしゃられたりして、デューイの役はすごく大変だと思います、ね、本当にエネルギーがこう一人こうやっぱりなんかこうお二人方がね、全然西川さんと柿澤さんダブルキャストで全然違いますよね。そうなんです、なんですけどそこがすごく魅力で、やっぱりこうオファーさせていただいた時も根底にあるものがデューイで、でもこう作り上げるものは全く違うんだろうなっていうこうお二方にお願いをさせていただいたので、もう傾向で見ても全然違うけれども、ちゃんと届けるメッセージだったりとか、なんかこう二人とも同じ脚本でやっぱり見てデューイなんですよね。だからそこはすごくなんかお客様に楽しんでいただけるんじゃないかなっていうのは思いますね。さすがプロデューサーでね、やっぱこれダブルキャスト両方見たいって ね、 ね、思われるよね。現実にそういう風になって両方行かないと本当面白いです ね、 ね、 ね、で、うん、はい、一方であのシングルキャスト、ね、あの浜田めぐみさん、さっきのね、あの校長先生の、ね、女性の校長先生の役でね、これあの実はこのあのスクールオブロックってあの20年ぐらい前に映画になってて、で僕その映画の中でもですね、この校長先生の役のね、あの俳優さん、あのジョン・キューザックっていうね女優さん、あのもうアメリカの素晴らしいコメディエンヌですけれども、この方の演じられた役を浜田めぐみさんがやるという、これね僕ものすごい期待してるんですよね。すごくチャーミングですよ、もうなんか今まで見たこう浜田さんとはまた全然違う魅力があるなと思いますし、なんかそのこうちょっとこう抜けてる感じというか、なんかこう応援したくなる校長みたいな感じがすごく出ていて、で本当に浜田さんもおっしゃって、浜田さんの歌曲だけちょっと曲調が違うので、その本当
当に心の奥にあるものみたいなのを、うん、多分感じ取っていただける楽曲なので、うん、ぜひ楽しみにしていただきたいですし、あとネットとパティっていう役柄もそこもダブルキャストになっていて、うんうんうん、本当に魅力のある方々が出てくださっているので、何度も見に来ていただけたら嬉しいなと思います。皆さんぜひ、いやいや、はい、行かないと、はい、あとやっぱりね、僕外せないのが鴻上庄司さんの演出ということで、はい、いかがですか。いや素晴らしいですね。やっぱりこう、うん、やっぱりずっと年月会を引っ張ってこられている方だけあって、こう大人の皆さんにはいろんな引き出しをこう一回開けて、そこからどういうふうなものを抽出するかっていうのを最後こうピックアップするというか、そこからまとめていくんですけれども、子どもたちはやっぱりその楽器だけをやってきた子だったりとか、お芝居本当にゼロだったけれども何か魅力があるから合格した子と、やっぱりこうもうすでにすごく経験のある例えば兄の兄役だったりとか、あと劇団四季さんの化け物の子の主人公を演じた子だったりとか、いろんなこうジャンルの子がいる中で、全員が理解し全員が同じ感情で3時間そこに役として生きて、どうこれなぜやるの、お芝居って何っていう、本当にゼロからきちんとこうレールを敷いてあげてるというか、だから本当に心の旅路をしましょうってよくおっしゃるんですけれども、その心の旅路を大人だけでもなく子供だけでもなく全員が同じ旅路をできるように導いてくださっているのが、いや本当に素晴らしいなっていうのは、あれだけやんちゃな子たちもなんかこうついていこうというか、もう小上さんに小上さんってこういろんな質問もしてくれるんですけれども、それに対しても本当に真摯に答えていて、いや素晴らしいなと本当に思います。かつて僕らがねどこかで習った恩師の人っているけど、やっぱりそういう感じかもしれないね、今ね。そうかもしれないですね、なんか子どもたちにとっては大切な存在になりそうですよね。そうかもしれないですね、なんかそういう夏になってくれたらいいなとはすごく思いますね。小上さん同い年同じ大学なんでね、なんかいつも勝手にシンパシーを感じてて頑張っていただきたいなというふうに思ってて、なんかそういうなんかいい仕事またされてるっていうのは嬉しいですね。素晴らしいです。そうですか。さて、それではですね、ここで、この公演にあたって、こうテレビのね、はい、こうなんていうんですかね、こう、はい、プロローグの番組、はい、特別番組ね、はいはいはい、スクールオブロック特別課外授業ということで、これはまあちょっとネタバレはあれですけど、はい、どんな感じの番組なんですか。これもうね、本当になんかこう RG さんとギターウルスさんっていうのが本当に世界的な ギタリストさんでもあるんですけれども、このお二方から全然違うこう魂っていうか、ロックっていうのは音楽じゃなくてやっぱり魂の部分だっていうのをこう教えてもらうんですけれども、その中でこう子どもたちの魅力だったりとかストーリーの魅力だったり、あとはそのやっぱり演奏、生の演奏っていうものの魅力っていうのを最大限にお伝えできる番組になっているので、ちょうどこうオフラインというものが上がってきて見たんですけど、うん、面白い。すみません、気になります、はい、ぜひご覧ください。そうだから、お休みなんだよね、11日ね。あ、そうですね、祝日ですもんね、はい、お盆にも入るし、はい、連休に入るし、そうですね、ちょうどいいタイミングですね。ちょっともう一回出してみますか、ぜひぜひ。8月11日金曜日、はい、祝日です。13時50分から30分ですので、はい、フジテレビですね。はい、ね、ね、この時間どっか出かけてるっていう人は録画したり ね、はい、ね、いろんなことで見ていただいて、はい、夏休みですしね、はい、はい、親子で見ていただきたいですね。はい、よろしくお願いします。それから、公演の方のお知らせをしたいと思います。改めて、はい、東京公演。はい、はい、それでは東京公演は8月17日木曜日から9月18日の、祝日までとなります。会場は東京建物ブリリアンホール豊島区立芸術文化劇場にて行われます。また大阪公演、こちらは9月23日から10月1日まで新歌舞伎座にて行われます。チケットは両公演ともホリプロステージスクールオブロックで検索をお願いします。皆様のご来場お待ちしております。はい、ということでございまして、最後に、もう一言二言このスクールオブロックに
かけてきた井川プロデューサーからお言葉をいただきたいと思いますが、はい、ありがとうございます。あの本当に私自身もウエストエンドでこの作品を見てやっぱりこう世代を超えて見ているお客様のそのエネルギーだったりとか、うん、あとやっぱりこう投資稽古を見ていてもこう大人の心にまさに刺さる物語だなっていうのをすごく感じるので、うん、ぜひあの大人同士でもそうですし、なんかこう世代を超えてご家族で見に来ていただけたら嬉しいなと思います。子供の成長していくっていうものを描いてはいるんだけれども、はい、やっぱ大人がそこで感じるところが大きい。そうですそうです、うん、本当に。なので大人の心がどう変化していくかっていうところが、うん、こう忘れていたこととか、うん、あなんかこういうことしてもいいんだなみたいな、うん、こう一個踏み出す勇気みたいなものをもらえる作品なので、うん、かつもう思う存分誰もが楽しめるので、うん、もう楽しみに行こうって思って劇場に来ていただけたら、うん、なんか夏休みのいい、はい、あの思い出になっていただけるんじゃないかなと思います。うん、もう声も出せるので一緒に歌ったりとかしても、はい、ね、そうだよ ね、もう解禁だからね、うん、ね、そうですよね、言いながら来ていただきたいですね。ラーメンみたいな感じでね。じゃあ私もうちの奥さんと相談して、はい、あのいらしてください伺いたいというふうに思います。はい、はいはい、本日は、ホリプロ演劇部門のプロデューサーでいらっしゃいます井川薫さんにおいでいただきました。本日は本当にありがとうございました。あの暑いですけどますますね、あの稽古も佳境だと思いますが、はい、頑張ってください。ありがとうございます。楽しみにしてます。お待ちしています。ありがとうございます。ありがとうございました。ミュージカルスクールオブロックが日本初演決定。西川貴教、滝沢隼人のダブルキャストがロックな教師を熱演。解き放て心の叫びを。最高にロックな舞台は8月17日開幕。